さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はウクレレソロを弾く時のピッキングの位置、どこが適切なんでしょうかという質問にお答えしたいと思います。はい、ウクレレソロを弾く時のピッキングですね、弾く位置によって音が変わるんですね。この辺12フレット付近で弾きますとすごく柔らかい音が出ます。でそれに比べてこの真ん中辺ぐらいですね、12フレットから、サドルまでの間ぐらい、サウンドホールの上ぐらいで弾きますとちょっと硬めな音ですね。でもうちょっとブリッジ付近にわざと持っていきますよ。エレキギターみたいな音になりますね。どこで弾いたらいいのかと言いますと、お好みの音が出るところで弾けばいいんです。この辺の音が好きなんですよ。エレキギターみたいなこの硬い音が好きなんですよというのは、この辺りで弾けばいいです。持ち方が若干あれですよね。この腕がブランブランにならないように脇はしっかり締めながら、この小指と薬指、右手の小指と薬指でボディのこの辺を抱えながらこうピッキングしていただくと弾けると思います。で真ん中辺ぐらいですとこの腕ですね、ボディ抱えることができますので、こうやって先ほどの小指と薬指をこの位置にずらして、あとはここですね、この腕のこの辺で、ボディを抱えていただければ弾けます。であともう一つこの辺、はい、この辺だともう抱えるのはこのままここで、ボディを腕のここら辺で、ちょっと線がついてますね、この辺で抱えていただいて、あと持つ位置をボディのこの頭の部分ですね、この辺ぐらいに持っていっていただくと、こうやって弾くことができます。まあ、DJ の好みでいうとこの辺の音ですね、この辺の音が好きなんですけど、ハイポジションに来た時、12フレットに来た時に手が邪魔になりますよね。もうちょっとこっち寄りのサウンドホールと12フレットの間ぐらいあたりをピッキングしてます。この辺の傷ついてるのはこれピッキング あのこの親指のピッキングではなく、ストロークの、弾いてる位置のこの傷ですね、そこではなくもうちょっとこの辺ぐらい、この辺ぐらいで弾いてます。この辺は実際のところは好みで、弾きやすいところで弾いていただくといいと思います。このウクレレは12フレットまでしかフレットがありませんので、このハイポジションのところにフレットはないですね。ですのでこの辺でも弾きやすいんですが、これフレットがこっちまであるウクレレ、ここに置いてあるやつこれありますよね、この辺までありますとフレットが邪魔になってちょっと弾きづらいっていうことになりますので、どうしてもこっち側に行きがちですよね。その辺実際に弾きながらご自分のウクレレと体のサイズにもよると思います、弾きやすい場所で弾いていただくといいと思います。で弾くときにですね、こういうまろやかな音を出そうと思うと爪の先をきれいに整えてくださいね、こっち側の面だけじゃなくて裏側もきれいに整えるんですよ。そうしないとこういう、わかります？これわざとあのサイドの部分のこの爪と肉の間あたりのところへんをぶつけて今弾いたんですけど、こういう風にガリガリ音出てる方結構いらっしゃいますので、しっかりと爪は丸めて楽しんでください。ということで BJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる、寂しい心にどこからか光が差してきた。帰る家はありますか？暖かい日が灯る